はい、おはようございます。坂田の馬場ゲスト帝です。月下の剣士、エントリーの方受け付けてます。そろそろはい200。はい、月下の剣士エントリー受け付け中です。結構月下やってるんですか。やってるんじゃないですか。はい、八丁さんは。あ、ほとんどやってないです。お、俺は月下2で、ね、明かりでパーぐらいしかやってないです。そうです。2が A パーのイメージだけど、1もあるの ?1 も1 A パーあったっけ。あれ、これはじゃあ有識者の、あれ1って A パーあったっけ。ある。そうだ、ええ、あ、そうだ、司教さんが司教さんのみ斬鉄はないんだ。あ、これはないんだ。あ、なるほど、それは2だ。あ、じゃあ、あ、1は結構平和なゲーム。なるほど、なるほど。おー、そっかそっか、 OK、 平和だということが分かりました。飲まれ。はい、司教さん、さっきのがラスボス。さあ現在、月下の剣士、月下の剣士、そしてリアルバウトもですね、まあエントリー受付中です。まず月下エントリー受付中です。先に月下やりますよ。はいはい。あ、ちゃんとキャラのところにあの属性も書いてくれてますね。ありがとうございます。力と技の風車が回る。パルクチー、カエデ、お、カエデ、ユキ、モリア、司教、斬鉄、カエデ、司教、武蔵、モリア、モリア、沖縄、天野、ユキ、ハゲ、ハゲ、ハゲってどれ、リンチェイ、弁髪のこと、弁髪です。リーリンチェイのこと、リーリンチェイのことですね。じゃあ結構いる。あれ、あれがいない。斉藤はじめいない。斉藤はじめがいないか。ガトツ使う人。ああ、あれワンいた。ワンにもいるよね、ガトツの人いますよね。わしずか、そうそうそう、わしずか。ああ、ああ、斉藤はじめ、斉藤はじめ、ガトツの人。やばい、わかんねえ。え、嘘、あのルローニケンシン。ああ、俺ね、全然読んでないんだ。あの、江口洋介でおなじみの江口洋介なの。江口洋介でおなじみ、江口洋介がふわっとしたもうね、あの、その頃からのね、ジャンプ全くわからないの。マジで結構あの、あれですよ、幕末設定が、時代背景幕末というこ、幕末なんか、っていうこともあって、なんかその辺のが被ってますよ、いろいろ。ああ、そのあたりですよ。ああ、そのあたりなんですね。そのあたりの、いろんな、いろいろなオマージュキャラがいますよ、いろんな。だからあの、侍ゼロで、ええ、なんか
あ、下級おろしみたいなのあったじゃない。はい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 。手っていう感じが。あ、知らんけど。知らんけどって言って。ていうか今までいなかった。逆に知ってる人間からするとあれ今までいなかったのぐらいの。いるじゃんっていう。やばい。そういうレベルですよ。今素で分かんなかった本当。え、マジで？うわー。そっかそっか。まあ世の中そういうこともあるし。まあまあありますからね、ええ、で自分の常識が人のね常識とは限らないですから、ええ、それはそれは、ええ、大丈夫ですよ。お、今アッカリンですよ。アッカリンですか。アッカリンですか。アッカリンいろいろ呼ぶよ。呼んでくれるよ。ほらほら呼んだ。アッカリン妖怪ウォッチですよ今流行りの。もうなんかボロボロですね。あら本当だ。どうした。思わずトランプを思わず持ってるトランプを落とすレベル。八代さんがアッカリーンとユキですね。ほらアッカリーン妖怪出すの。ほらほらあのなんかシューティングゲームにいそうななんかシューティングゲームにいそうなの出したでしょ。じゃあそろそろはいはい締め切りますか。そうそう締め切りますか。さげか。そうか。ルノーリ剣心読んでなきゃダメだったか。ルノーリ剣心読んでないのになんで侍をっていうぐらいのなんで月下をぐらいの話ですよ。ああ。本当に。てか SNK 格闘にはルノー剣キャラがいい。いや違う。逆かもしれない。ルローニケンシン見てるとあの馴染みの深いキャラがいろいろ出てきて楽しいですよ。あのニコニコでネタになったやつしか知らない。ああどれだ。ネタがありすぎてわかんねえな。どれだ。え、じゃあちょっと待って。アッチョさんでさ、はい、え、二重の極みやんなかったの。二重の極みは幼い頃あの電信柱相手に二重の極みやんなかったの。やんなかった。うそ。あの二重の極みは最近だもん知ったの。マジで。あのニコニコのおかげで知ってます。みんな通ってるよ多分。外人が声優やんなかったら二重の極みを知らないで。マジで。逆にその外人が声優のバージョン知らないんだけど。え、なんか外人が二重の極みあーってやってて、あ、そんなのあったの。なんかそれが元ネタになってる。へえー、それ知らんかった。いやいや変な汗かいてきたんだけど俺。え、そう。そこで八丁さん焦る。いや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 。ほらほらこれ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 斉藤はじめ。ほら江口洋介なんだ。江口洋介だよこれ。これが江口洋介です。江口洋介モリア月夜にあがけな。真剣勝負一本目始め。やばいっすね。モリア。やばいっすよ。わかんないっすよ。なにこれ。え、実は何これ元ネタルロケンなの。ちょっと全部じゃない。全部じゃない。違う。そういうわけでもない。そういうわけじゃない。そういうわけでもないけど、だってあのはぐれ雲もいるじゃん。あ、はぐれ雲はいる。あ、あれはわかるね。ジョージ秋山。 お姉さんあちきと遊ばないでしょ。そうそうそう。あれあれはぐれ雲。あれはわかる。あのビートだけしてだから。あ、わかるわかる。だからタマがタマがオープニングテーマ歌ってるんだよ。ずっと米を研いでる歌を歌うやつだよ、ね、ずっとはぐれ雲です。はぐれ雲。ジョージ秋山。ジョージ秋山。オッケーオッケー。がいたりとか、あとなんだろう。まあでもなんかそんぐらいだと思ってた。あとはなスーパーサイヤ人になったりとか。あ、スーパーサイヤ人いますね。そんぐらいだと思ってた。スーパーサイヤ人も何かっぽいんだよな。何か。まあでもなんかこの時代ってそういうのよくありますよね。あ、まあそういうの。どっちが先かっていうのもありますよね。そうですね。結局ゲーム先か漫画が先かぐらいのオマージュ的な、やっぱそういうおおらかないい時代ですよ。あんまり怒られないいい時代。おおらかな。おお、かっこいい。あ、おい、イノシカチョウですか。一つ。
だからね、あれなんですよ。なんですか。ナルトを全く読んでないので、この間最終回になったのに。あ、マジで？そうですかみたいな。そう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 。そんな感じ。そっか。あ、続いてたんだまだみたいな。うん。続いてたの。あ、そうか。ジャンプ読まない人なんだね、もう。ジャンプ読まない人。おー。え？じゃあ逆に何、週刊漫画とかは何を読んでんの？未だに読んでるのとかない？未だに読んでるのないっすね。ねえ、ハッチョさんは何、アジヘイしか読まないの？アジヘイは読んでる。読んでたよ。アジヘイはもう小学校の頃だから。ハッチョさん何、ハッチョさんが読む漫画ってアジヘイだけなのっていう。いやアジヘイは何、振ったら長いよ。振ったら長いよね。俺ハッチョさんとだって長距離で車乗ったらずっとアジヘイの話してる。確か新潟行くまでの2時間くらいブラックカレーの話をしてたような気もするけど、ずっとブラックカレーの話しかしずっとアジヘイのストーリーを言ってくれる。いや、なんか分かんないって言うからさ、うん、俺以外、うん、6人くらいだっけ、あの、そう、6人くらいいたけど、うん、アジヘイがよくわからん、よくわからないから、うん、もう何それ、包丁試しから全部話してたのよ、うん、あらすじを、そう。森さん、味変知らないですか？味変、いや、八丁さんに聞いてから分かった。あ、なるほど。だから、まあ、でも、やっぱ味変ビギナーだよ。あ、ビギナー。味変。トタンラーメンとか知らないんですか？え？トタンラーメンとか知らないんですか？トタンラーメン、俺。マジっすか？え、覚えてない。言った？そんな、俺。化学調味料使ったら、もう失格ですよね。そうそう。半分失格ですよ、ラーメンで。これですって言って。半分は失格ですから。ちょっと待ってくださいって。はいはい。これ。この方が、この参加者の人間は、はい、とあるものを使っていました、はい、これですって言って、白い粉を出してください。そうそうそう、白い粉を出して、あーっつって、あーあこれを使ってた。俺ブラックカレーしか覚えてないな。その後にね、化学調味料を、ラーメン祭りっていうラーメン対決があったんだけど、うん、その時に使った人間がほどこくとも失格していく。普通にバレちゃうんです審査員。最初味変が、落ちるんだけど、はい、素人枠で入ったんだけど、落ちるんだけど、あ、ちょっと待ってくれと、はい、もう一回再審査するって言って、それで化学調味料を使ったやつがいなくなって、はい、味変が上がるっていう。まあ、そういう味変は使ってなかったんだね。味変は使ってないです。味変はドラム缶でラーメン、あ、ラーメン、そうです、ドラム缶です。あらあら、あれ、バーチャスリーゼーは月下、月下、月下初代です。月下やる、月下の騎士は宇宙見せるやつ、これ月下の剣、月下の剣、あの盤面でゾウさんとか作っちゃうやつですね。あ、そう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 。よし、始めるか。月下やって、月下やってくるって。うん、今、やべえ、抽選中ですよ。抽選中ですよ。あ、だからそういう漫画読んでたでしょ。やっぱそういうのあれ、うう食べ物と餌の違いがわからない、うーんっていうようなゲームなんですよ。よさかと。そう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 。あと、ね、背中すすけてたりとか、対戦相手宇宙見せちゃうとか、基本的に劇画系なんですよ。ちょっと古い感じとか、ダーティーな感じが、アクションとかです、漫画アクションとか、そっち系ですか。漫画アクションとか、娯楽とか。週刊誌いったらチャンピオン。なるほどなるほど。スピリッツ、じゃあ少年漫画じゃないんだ、読むものが。スピリッツ少年漫画だと、ビッグコ、でもビッグコミックシリーズの、ビッグコミックってなると、お父さんが出張の時だけ買ってくるみたいな、そんな。そうですね。あと、床屋に置いてあったりする。そう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 、ゴルゴ13を読んだ、うん、たまにあるっていう。ちょっとおっぱい見えちゃったんで、うん、だってスピリッツ、あれでしょ、ビッグコミックオリジナルとか、ああいう感じでしょ。そう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 。漫画娯楽とかでしょ。娯楽、でも娯楽なんか昔から読んでないけど。あっちょさん、あ、そういう劇画ばっかりか。なるほどなるほど。なんで急にそんな話になったの。アジヘイセンター、帝になりました。なぜかアジヘイでした、ね、アジヘイの話2時間しちゃって、まさかと思った。そんな話すことあんのと思った。ずーっと説明された最初から。でもほとんど忘れた。もう最後のブラックカレーで、ブラックカレーだけで2時間はやばい、全部持ってかれた。そんなにと思った。やばい、これがねっつって、こっちがね、こうなってねっつって。まあ、カレーといえば、まあ、各社じゃ味噌ですからね。味噌です。味噌なんだ。あれによって、もうだから最近
普通のお店でブラックカレーって書いてるときにうわって思う。あ、これついに来たか。うん、黒カレーが一瞬はら流行ったときにあーって思ったもん。そうそう完全にもう後追いでしたね、味変のパクリでした、ね、そうそうあれは。あブラックカレー来ちゃったって思う。ついに時代が味変に追いついた。追いついた。合法か合法かみたいな。そう味変はあの分厚い本でありますよ。ビッグジョー先生のビッグジョー先生のうわー分かった分かった。八丁さんの漫画遍歴が分かりました。劇画だって、うん、またなんで俺もね味平と聞いて飛んできたのか分かんない。味平本当に味平と聞いて味平と聞いて黙っちゃいないもん。アキラが味平と聞いて飛んできたって怖えな。これが味平の魔力。もうアジヘイもルロン剣士も分かりますからね。ルロゲンもあさすが。そうですね。ああよかったよ。うん？分かった。いや分かった。俺を。今日参加者結局何人いるんですか？今日16、14、14。結果は14。14。予策調子ぶっこいて3連勝してるよ。エントリーエントリー大丈夫。あと1人。お、はいはい。塩キャラ誰？うん、ずっといたのに。ん？塩キャラ誰？アッカリン？ジョニーさん、後ろ A から下 C につないで、あの走るやつやってまた後ろ A。 A パー、 A パー前後ろ前 C で走るから。 A パー、 A パー。ワンでは唯一司教。司教 A パー、あと誰あったかな。司教だけかな。司教だけパッと思いつかないですね。 あんま覚えてない。平和な平和な月下ワンです。平和。いや、ユキとかカエデとか結構終わってますよね。マジで違いですよ、あいつら。違いとか言っちゃったけど。おや、お来てきた、アーマさんだ。これ、ジジお、組み合わせが、はい、はい、本日の包丁試しの組み合わせが、はい、本日の包丁試し。包丁試し来ましたか。包丁試し。包丁試し。包丁の腕のみを競う。
ただの曲芸じゃねえかって言わない山こもらないといけないんですか。山こもんないよ。この包丁一本持って船でね荒海に乗り出しちゃうぐらいの感じ。そういうのが欲しい。渦潮にうわーっつって行っちゃ う何やってんだこいつって。綺麗な親父からもらった関の孫六の包丁で。そう関の孫六孫六ソードで孫六ソードで孫六ソードやられた。ちょうどあんだけのね、はいはい、あの一流のね料理人がいながらね、はいはい、あの湯気が黙々と立っている天ぷら油を見抜けなかったっていうまあそういうダメな包丁ダメージでしたけど、まあ、ビッグジョー先生が見抜けなかったっていうのはい。ついうっかり何今エパ練習違うエパ練習中エパ練習じゃあ組み合わせ決まったのでそろそろはいこれラストいきます。さあお、ほらはぐれ雲。あこれこれは分かるもんこれはぐれ雲。これは分かるはぐれ雲ね。はぐれ雲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 は分かる。天野なんだったっけ氷だっけなんかですよ将棋大好きあのコント心が強いなんか2だと強キャラなんですよね。1も結構強キャラのはずですよ確か結構攻撃力がお化けな感じで後藤心がいいですね。後藤心かっこいい。なんだっけコマンドがねなんか前後ろ前ぐらいの斜めちょっと入れる。うわ減ったトキン減ったトキン。アッパがゲダン一戦どうしたの。いや最近こいつね叩くと治るようになってる。わお。まあでも電源入れっぱだもんねほぼね。いやあ蹴ってますよこれ。あ本当、うん、あいいかあれなのやっぱり司教とかは殺し屋系なの職業は感じ的にじゃないですか。お今周りの誰にお誰に聞いてもさあって感じの教えてウィキペディア便利ですね。教えてタブレット。あ開いたらもっとあもっともっとときめき、もっと金月まみさんのサイトが開いてます。天野ひょさあどうしましょうか。じゃあいきますか。いきますか。いきますか。やりますか。やりましょうか。包丁試し包丁試しはいはいはい。残鉄は静か天の表森屋あ、わっからんショートボードってなんだ。 ん1秒で決まるんじゃないですか試合。あ、違うあ、ストーリーが短い。ああストーリーが短いそうです。はいなるほど。え、ラスボスは誰。武蔵じゃない。あラスボスはあれでしょあの白いやつでしょ2の。ほーん須作ですよ。チェーンソーで真っ二つですよ。あーなるほど、ええ、須作ね。たたたたたた違うあれね月下の剣士刹那。うん。ネジ締めても変わんないね。マイク側なのかケーブル側なのか一回差し替えてちょっと。ケーブル側ですね。これ。あじゃあ、まあ、キャノン変えればいいのか。ケーブル捨てましょうこれ。うん、キャノン変えましょう。DDD とパルクチじゃんけんの方を押してください。はい。DDD パルクチ何パルクチがいない
パルキさんは萌えジャス筋肉マン始まるよ始まるよ悪夢あーなるほどなるほどわかりましたオッケーオッケー司教は元新選組です元新選組です殺人を好むようになったため波紋によしじゃあよし月下から月下です月下からいきますか今包丁試し包丁試し包丁試しなんとか浮島切りですよ関の孫の子を持ってもうやってるねこれこれはもうやってるねもうこれ1本目はい、はい、じゃあいきますよストリートファイターカーニバル3じゃねえやねえや花金大会、はい月下大会始めたいと思いますイエーイモピガは DDD 選手ツピガは、パルクチ選手ということで DDD がユキ、強キャラですね強キャラそして波動昇竜のパルクチ、カエデカエデですね、はい、やはりスタンダードキャラ大好きそうですねこのゲーム、まあ、ユキとカエデが結構ぶっ壊れキャラになってますまあ強キャラ同士とっとと試合を決めろということでよろしくお願いします、はい、強キャラ同士とりあえずやっとけ とりあえずやっとけとどっちか減るぞどっちか減るぞでもねこの間月下2の大会やったんですけど、はいはいはい、やりましたね俺1のが面白いと思ったんだけど2はだって結構壊れすぎだよ壊れすぎててまあでその月下2のガチ勢が、ええ、その余裕でこうエーパーを使い込んでくるこのミカド勢にこいつら本当に容赦ねえなそう月下2は結構ルールローカルルール的が激しい月下2、ね、あーっとこれ DDD まず一歩選手黒いままこれローカルなルールが結構ねそういろいろあってですねまあそれがないとあんまし成立しないみたいなでもね偉いのがガチ勢は、はい、その要はミカド勢はもう容赦なく、はい、斬鉄でバン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 出してくるわけじゃないですか、でもちゃんとやっつけてましたよおすごい強いんですよそれに対してちょっと僕感動しましたもんやっぱガチ勢はガチだなとガチだなすげえなって言うてもガチだなっていうことでまあ、そ平和な月下1ですそうですね今はかなりまあちょっとムーミンっぽい、はいはい、若干こう雰囲気出てるんですがそうですねお互いにここで空対空いい感じで切り合ってそこで連山バッチリ決めてサンダーブレイクサンダーパワーブレイクサンダーパワーゲイザーを稲妻使いあおー俺浮かして氷だ氷だ氷だぞエターナルフォースブリザード相手は死ぬ相手は死ぬ相手は死ぬ死ななかったサンダーゲイザーサンダーゲイザーでさあこれで1時雷対ブリザードの戦いブリザードの戦い期待したいところですねさあ属性違いどっちが有利だ属性が違いますからね属性ヒャドかライデインかみたいなライデインかギラかみたいな感じで完全に雷の方が雷が今そうですねマヒャドもヒャドいまいちですからねそうですねヒャダイン使ってくれよみたいなクリフト頼むよみたいなクリフトじゃねえかヒャ、まあ、ヒャダインは一応全体全体攻撃ということでだからいいのかな、ね、さあ始まるから目押し繋いで、はい、しかしここはしっかりカードを各腕取っていく4連ほいほいはーそうダウン多い1までそうですね連続さあ浮いて6連残あれさあこれはいい勝負ですね優しいさあここは弾くからさあここでサンダーブレイク当てていく飛び込み通らない弾いたあーっと弾いたのにやっちゃったやっちゃったかなりのこのムーミンな攻防がムーミンを制したパルクシーおめでとうじゃあ次ボム選手、山田志郎選手、お願いします。おボムリンチェですね、ボムリンチェ。ボムリンチェ来ました。ボムリンチェ。ボムさん、何度か月下1の大会で優勝を飾ってるということで、かなりの強いリンチェがプレイヤーということでね。今日も見えるか、無影客。そうですね。じゃあ、ボム志郎選手、ボム選手、志郎選手、じゃんけんして、正義を決めて試合を破壊するんだ。そして白が沖縄沖縄なんか今回の大会のレアものがレアものが来ましたねでも来ましたねこういう時レアキャラ使う人結構手だれだったりするんで相当強いはずですねですねさあ1ピーガーが白選手2ピーガーがボムはいじゃあ山田白1ピー2ピーガーはボムじゃあ準備ができたら試合を開始するんださあ来たぞジジイ対ジジイ対ハゲということでよろしくお願いしますハゲではない弁髪だ
違いますっていうことでね。このはい、何でしたっけ、この沖縄か、この GG はね、あのスコアアタックやるときはね、非常にこう、まあ、前も同じ話してるんですけどスコアアタック、こいつが一番時間が早くクリアできるらしいですね。なるほどなるほど。なんか、うん、亀当ててピオらせて、でまた亀当てるとピオるんですよ、はいはい、ピオるからいいですね。そんなのがありましたが、さあそれが対人戦で、どうなの、まあ、どうね有効的に使っていくのか、はい、さあここで連続技、連続技っていう7連、あの技イズムはあのチェーンがね、はい、つながりやすい、つながりやすいということで、さあ決めていく。でこのリーはですね、はい、あのボタン AB 同時押しでキングオブファイターズのように避け動作があるんですよ。おー、いいですね。若干こうゲームがこいつだけ違う、違うゲームやってる、違うゲームやってる感があってですね、まあ国籍も違いますからね。そうですね。なのであの KOF 勢も、まあはい、この D を使うと入りやすいと、入っていきやすい、勝手に言ってます。はい、おっと、カメ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 、小さいカメ、でかいカメ、そうですね、格闘技にカメをね出してくる、出してくる、全く新しい格闘技ということで、おっと投げて、ね、踏みつけ、踏みつけていく、さあ軽やかなステップ、ボム、おっと中断だった、玄武来た、玄武来た、これこそわしが玄武の沖縄と呼ばれている、わしが玄武の沖縄だとさあここで、お、時間がない、リーが最後追い飾ってるけど、どちら、お、リーですね、リーが取った、さすがボムさん、クレバーでしたね、クレバー見てますね、ちゃんと見てますね、ちゃんと体力ゲージ落ち着いている、さあ投げていく、そして踏みつける、踏みつけ、さあカメカメ、まあなんかあの竿でスーパーマリオ的なピシピシとてて的な感じで、アクション的な感じですね、アクション的な感じで、まあ踏みつけてしまうとダメージを負ってしまうので、はいはいはい、ここは注意したいところですね。さあここで飛んで、画面端、ジャックパンチ、潰していく、そしていい距離、ギリギリの距離、連続技当てていくのがボム、上からもう一回、この連携、7連投げて、画面端の展開うまいですね、もう一回うまく翻弄してますね。そうですね、まあそのリーは武器持ってないので、はいはい、まあ、本来剣とか武器攻撃になるんですが、こいつの場合はね足技になったりだとか、はいはいはい、まあ、パンチ技になったりだとか、まあ非常にセンスは使わない感じなんですね。そうですね、センス、そうですね、センスで殴らないんですね。そうですね、おー、チェーンコンボだけで押し切ってボム勝利、お見事。じゃあジョニキー微分お願いします。やはり優勝候補ボム、今日も強いぞということで、強いですね。ごめん、一回ちょっと終わるを選んでいただいて、ごめんね、終わるを、ありがとう、はい、そうですね、さあワンピーガワ、ビブンさん、ビブン、カエデ、ツーピーガワ、ジョニキー、司教、司教、このゲーム、割と司教もいい感じですね、はい、結構、司教だけ、まあ一応エーパーがあるって、エーパーがあるということなので、まあ、あのかなりいい感じでございます、はい、元新選組の、元新選組、これで新選組だったんだすごいよね妖怪かと、妖怪ですな。さあ切りつけていく、投げから追い打ち、おっと、えらい追い打ち、そうなんですよ、なんかこいつだけなんか、はい、追い打ちがなんかえらいザクザクザクっていっぱい入って、あ、めくった、しかし連続が止まっていく、さあ微分さん、いつあのスーパーサイヤ人に覚醒するんでしょうか。カエデスーパーサイヤ人あるんですよね。あります、あります、そうですよ、あの、まあ、体力がどんどん減っていくんですけど、はいはいはい、まあ、その火力がまあ非常に高いということでね、さあスーパーサイヤモード出していくのか。俺は怒ったぞと、クリリンのことか、クリリンのことか、そうなんだ、サナナレンザン起き上がり、大切り当てていく、微分、そしてレンザンから昇竜拳、昇竜拳当てて、さあここで距離当たる、今日もこれですね、ショートジャンプ強いですね、ショートジャンプからのあの判定の切りが強いですね。あー切ったー、切っていくぞ、ジョニキが、あとジョニキが、あー弾いただけだった、ダメだった、2人とも弾いただけ、ダメだった。さあ微分がごちゃごちゃを制します、一歩選手弾いて通るかと思いきや、さあかなりのムーミン今呆れるほどヒーローだった、スーパーダージだった、穏やかなる心を持ちながら激しい怒りに、激しい怒りに目覚めたクリリンのことか、伝説の戦士クリリンのことか、スーパーサイヤ人、見てください、体力ゲージがどんどん減っていく、減ってる、減ってます、減ってる、この間に勝負をつけなければいけません。ビブさんも勝負つけま、あれですね、勝負かけました、見た目ちょっとロックハワード、ロックハワードそう、あ、そうですね、まあ、ドット A の打った方一緒っぽいですよね、ぽいですよね、もそうです、いろんなオマージュが見えて、さあ投げていく、すごい、あーなんだ、やばいじゃん、やばいじゃん、やばいぞ、やばいぞ、あれ、あ、これ以上は減らない、そうですね、やったね、サンダーパワーウェーブ、サンダーパワーウェーブ、やったね、サンダーパワーウェーブからの大斬り、いけるぞ、食らわなければ勝てる、さあサンダー昇竜、食らわなければどうでもない、サンダー昇竜当たる、どうということはない、大斬り、あー、最後そして上力が優しい、早い、優しさが、何か差し込みたい、優しさが、あ、当たりになるのか、
勝利強い。引き飛んで勝者微分お見事。お見事。いや強い強い。まああれ技の硬直もなくなるんですね、はいはい、つまりジョニキは終わってたってことですね。どんありがとうございました。じゃあ次ガロボー死にかけゆきをお願いします。さあガロボ VS 死にかけ、今日はペヤング超盛り杯というような形になっております。今何かと話題のペヤングをね、ペヤングをねぜひ皆さんに食してもらう、あ、ごめん、はい、ぜひ皆さんに食してもらおうと優勝商品として用意しております、はい、終わりを選んで、あ、終わりを選んでくれ、ぜひペヤングを応援しています。そうですね、ミカドはマルカ食品の味方です、はい、さあワンピーガは、ガロボ、ツーピーガは死にかけ、ドキャラモリア同士、ドキャラモリア同士ですね。さあどちらが居合切りマスターになるんでしょうか。なのか、赤い方がガロボ、そうですね、白い方が死にかけくんということで、死にかけ、さあ死にかけ右京、サムライスピリットでは相当な右京、はい、使いなんですが、右京使いだから死にかけなんですね。そうですね、森谷くんを選択していく。さあ森谷、おっとショートジャンプからバッタ切りしていく。バッタ切り、さあ弱切り、おっとお互いガードを固めて見ていきますね。様子を見ていく、様子を見ていく、おっとここで空対空、空中ガード、バックジャンプのみ空中ガードが存在すると。なるほど。さあ飛び込んでいく、おっとお互いガードを抜けたから、これ入った、1、2、3、入れていく、3連卒、勝利を使ったところに、おっとまた勝利、切り追い込んでいく。さあここは体力差、大丈夫ですか、死にかけ君大丈夫ですか、ツバメ返しはないですよ、ないですよ、大丈夫ですか、大切りないですよ、ないよ、ないですよ、ないですよ、ツバメ返しない、違う違う戦いをしてください。さあ早く早く、ないですよ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ダッシュして切りつけませんよ、大丈夫、あの変な残影剣みたいなのもないですよ、ないですよ、頑張ってください。さあガロボーが完全にクレバーにストリートファイター的な立ち回り、はい、ガロボーこのショートジャンプから、ショートジャンプからね、判定の強さの大切り、ね、勝利、しかし勝利2段割っていく、勝利、でもあの死にかけ時間がないぞ、はい、本当だ、ボタンチェックしてる場合じゃなかった、なんかツバメ6連とかない、なんかないのか、なんかないのか、時間切れ、ガロボー一歩選手なかった、水面浮島切りとかないぞ、ないですよ、ないぞ、キュウリ切ってもダメだぞ、うん、さあ切っていく、5連算5歩5歩で血を吐け、血を吐け、血を吐いていけ、血を吐いていけ、なんでやられてるぞ、自分の色が分かんなくなってる、分かんなくなる、お前は色盲か、白い方だ、白い方 だ、忘れるな、忘れるな、アート昇竜、さあ完全にムーミンスタイル、ムーミンスタイルですよ、ムーミンモリア、ムーミンパパみたいな感じ、侍じゃなかったのが死にかけは、ムーミンモリア、モリア、刀を持てば俺はいけるんじゃなかったのか、ね、あーと大切り崩しから、どうだ大切り、さあここでアウト勝利、あ、使って三連殺当たってない、しゃがみ切りで果敢取られて大切り、バックステップ、これ避ける、あー勝利がバカー、そして打ち、あ、なかった、勝利返して、勝利返しの前に勝利していく、勝者ガロモン、お見事。じゃあ次アキラ武蔵、右京、あ、右京くんの残鉄、うん、はい、ガロボー勝利ということでね。さあ、アキラが今日は隠しキャラですね、隠しキャラ武蔵、そして、あ、右京選手もこのゲームうまいですね、右京選手 2P 側残、今日残鉄ということでね、残鉄、じゃあちょっと待って、今クレジット入れるね、クレヨ、さあ、ワンピー側、アキラ、ツーピー側、ウキョウ、いきなり実力者同士がここで激突するという、はい、出ました、お、出た、これ、あの、ミカドルールでは、はい、一応ですね、隠しキャラを出せない場合は、その場で失格と、あ、なるほど、なるほど、変則ルールとさせていただいておりますので、ご了承ください、茶色い竜が出たらもう負けってことですね、負け、茶竜は負けです、茶竜は負けってことですね、茶竜は負けですね、わ、はい、かりました、さあ、ここでまず、アキラの武蔵、はい、大斬り、さあ、残鉄、切り込んでいく、まあ残鉄の2幕では非常にこう、うたしいキャラクターだったかと思うんですけど、はい、でも、基本性能的には1からあんま変わってないんで、なかなか面白 い、面白いですよ、駒投げもありますしね、はいはい、お、残鉄派、残鉄派、残鉄派、霞切り、霞切り、霞切り、そうですね、残鉄灯籠剣もあるかな、そうですね、いわゆる竜子、はい、2でいうところのね、あれですね、木更木エイジの木更木エイジ、先祖的な、ご先祖さんですね、ご先祖様的な感じでしょうか、あ、やっぱ気候法もありましたね、今気候法もありましたね、気候法も、さあ、今日、無限流空手のライバル流派、残鉄ということで、はい、さあ、これ飛び込んでいく、弾きを読んで、めくりから連続技、うまい、残鉄灯籠剣、残鉄灯籠剣、残鉄灯籠剣、12連、さすが一歩選手、右京、右京、
さあ、あ2ラウンド目、おっと、空対空、当てていく、なんか表だか裏だか分かりづらいですね。分かんないな、あの、分かりづらい、いいのか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 、余計に武蔵でかいから、さらに分からんっていう、そうですね、それはブレードワークスも調整入っちゃうよね、分からんぞ、めくりに関する振り向きについてとか、この間書いてあって、面白かったな。分からんぞ、アップデートされちゃうって、おっと、登録権、アキラ、ここはすっかりガード、飛ばしていく。マイゲリー、おー、ゲイザー、ゲイザ ー, ゲイザー、俺だって使えるんだよ、さすが武蔵ゲイザー、おー、武蔵ランブ、ボンジが出るぞ、X 切り、ボンジ、あれカーンかな、カーンですかね、不動明ですね、仏像マニア、はい、コーリー選手詳しい、あー、めくりー、勝者右京の暫定強みを見事、やはり右京選手このゲームやり込んでる、やり込んでません、強い、さすが、ありがとうございました。さあ続いて対するは、じゃあ社長、あ、社長さん、社長さん、あと予策、予策、予策は今日はあれですか、終電大丈夫なんでしょうか、大丈夫じゃないです、知らねえよ。じゃあ社長さんと、社長さん、はい、ワンピーが社長さん、社長さん、ワンピー、ツーピー側、予策ということで、社長さんの司教さんですね、そうですね、社長の司教さん、社長の司教です、あのピンパブとか行くと大体そういう感じの社長さんの司教さんですね、そうですね、ちょっと待って、はい、ワンピー側、社長、そしてツビガは今日も群馬から現れた予策、予策、終電は大丈夫か、終電は大丈夫なのか、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、知るか。じゃあ、 あの社長さん、あのゆっくり行きましょう、ゆっくり、じっくり、ゆっくり、ゆっくり、時間かけてみましょう、帰れない感じで、はい、帰れない、ギリギリを行きましょう、タイムアップ目指しましょう、タイムアップ狙いつつ、さあ、うん、社長が使うのは司教ということで、さあこれ下段で、さあ予策、モリア、モリアダウン、さあ勝利拳当っていく、飛び込む、大ギリ、大ギリ、大ギリ、ナイスガード、ナイスガード、さあ、おっと、3連射、おー、うまいですね、崩していきましたね、しっかり、群馬にも月下の決勝入ってたんですね、ありますよ、すごい失礼なこと言ってるよ、ちゃんと、ちゃんと電気もありますよ、ありますか、そうですよ、もう知りませんでした、さあ、切っていく、はい、さあ、飛び込みから、おっと、地獄突き、地獄突きありますね、地獄突き、そうですね、あー、投げた、投げて、おっと、昇竜拳、俺だって群馬にだって月下ぐらいあるわと、昇竜拳もあるんだと、昇竜拳だってあるんだよ、あるんだよ、3連射さってあるんだ、あるんだ、切っていく、あ、予策リード、予策リード、予策がおめくって、あー、いいよ、3連裏から3連、いや、6連、そして7連、さあ予策、一歩選手、勝てば勝つほど終電が遠のいてきますからね、そうですね、どんどん勝ってほしいですね、こうなってくるとね、予策をこういう時だけ応援していくスタイルということで頑張れ予策、さあ予策、あーっと地獄突き、まずい、これ予策ガードしていく、さあショートジャンプで、キャー距離を取って、ジャンプダイ、カード、地獄突き、地獄突き、かかん、おっと、処理剣、ナイス反撃、大切り、これは予策分かってますね、ちゃんとかかんポイント分かってますからね、そうですね、予策いいぞ、そして帰れなくなれ、帰れなくなれ、大切り、できれば、あの最終ラウンド行け、最終ラウンドまで、あっと、霞月下、頑張れ、社長頑張れ、このラウンドは社長頑張れ、社長頑張っていこう、頑張っていこう、頑張っていこう、このラウンドはまだいけるよ、まだいける、出し攻撃近寄って、社長があるぞ、うんと食いたいか、おっと予策うまく読んだ、大切り、いけるぞ、ガード、よっしゃ、地獄突き、地獄突き、おお、いいぞ、もういいっしゃ、あー、昇竜、昇竜、出が早い、まだいける、まだいける、まだいける、あるぞ、まだいける、あるぞ、地獄突き、いや、それだ、あー、それだ、それだ、それだ、投げられた、しゃがんでる、しゃがんでやがった、さあどうする、昇竜、あー、当たってない、まずい、時間がない、時間いっぱい、あー、行くんじゃないか、やったやった、社長、昇竜、ここまで時間を使って狙ってましたよ、社長、逆転していく、よ、社長、お前帰らせねえよと、さすが社長、何が群馬だよと、何が、ね、帰れると思うなよ、帰れると思うなよ、思うなよと、素晴らしい立ち回り、すごいですね、完全に狙ってましたね、そうですね、こっからの粘り、社長期待したいですね、粘りありますよ、粘り腰持ってますよ、粘り腰、さあここで中段からワンツーワープ、駒ミスったか、さあ大切り、勝利使った、オッケー、どうだ、強すぎ、飛び、危ない、ナイスガード、ナイスガード、途中で止める、いいですね、さあここで、あ、投げてる、投げる、また投げてやる、戻ってきて、投げ返す、いいね、カム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 、長いですからね、この投げ、いいですね、さあ、とにかくここは粘っていく、社長、なんとかして予策を帰らせない、帰らせない、立ち回りを路頭に迷わせるっていうね、ショルゲン、ショルゲン、ガード下で寝かせるっていうね、始発まで、さあどうだ、あーっと、弾き、読まれて、3連殺、途中止め、地獄突きで返していく、
どうぞ。いい割り込み、いい割り込みでしたね。いい割り込み。さあ残り12秒さあ狙っているのか社長、社長どうだ、止めて出し攻撃、グタグ、グタグ昇竜回っていくのはよさく、いやーロープ当たってない、いやしかし時間いっぱい、残り時間いっぱい、たっぷり使わされて、これはもうあの試合に負けた、勝負に勝った、勝った、社長、社長勝者よさく、お見事、さすがですよ。よさく果たして帰れるんでしょうか、期待してください。この戦やっぱこのスタイルで社長は今の地位まで上り詰めましたからね。社長ですからね、社長ですからね。じゃあアイランド正雄をじゃんけんして席を決めるんだ。アイランドが、お、天野、天野はぐれ雲も来ましたね。はぐれ雲、そうですね、はぐれ雲も来ましたね。はぐれ雲、さあじゃあさあ、ワンピー側アイランド、アイランド選手で正雄が、ツーピー側、ツーピー側ユキか、ユキかな、ユキユキ、そうですね。さあじゃあ準備が来たら、イズムは特に制限してないので好きに使ってください。よろしくお願いします。さあさあここで、あ、これはユキのステージですね。これ実はですね、ユキのステージで、はい、なんか後ろに雪が舞ってる関係だかなんだか知らないんですけど、はいはい、あの処理落ちが他の面より激しくてですねコマンド入力のタイミングが変わるっていう、 あるそう、それも雪が強いっていう、なるほど、ポイントに入ってるらしいんですよ。あー、そっかそっか、実は、なんでそういうことをするのかなみたいな感じで、うん、さあここでアイランド選手がまずはマサを攻め取って、おらーっと、トギンこれが入る、あー入る、これが入るんだよ、相変わらず火力が高い。さあここでエターナルフォースブリザードで返していく、返っていく、危ない、あ、さあ伸ばしていく、マサオ、マサオ飛びが通って、はじく、おーマサオのエターナルフォースブリザード、相手は死ぬ、相手は死ぬ、まだ生きてる、あー、トビー、一戦、アイランド一戦、一歩選手、いやマサオ頑張ってほしいですね、頑張ってますね。でもやっぱり、この処理落ちをね、うまいこと利用して、利用して、利用して、そうですね、グラディウスみたいなもんで、シューティングゲームみたいに処理落ちをうまく利用してですね、さすが、ここでおっと決定、さあ踏まれていく、まずい、まずいぞ、アイランド選手、突進、もうゲージあるぞ、突進が来るぞ、突進が来るぞ、さあ裏回って、まずい、まずい、あー弾いた、弾いた、優しい、下段から弾けると思ってないから、その後のフォローが、どうしたらいいんだ、あれみたいな、弾けちゃったよ、弾けた、弾けるスパークリングはいいんだけどっていう、やっちゃったけど、やっちゃったけど、あースタート、当たったー、これだー、アイランド強い、勝者アイランド、おめでとう、これでベスト8が出揃ったぞ、これでベスト8が出揃ったぞ、出揃った、じゃあ慎吾選手、パルキシ選手、お、慎吾ユキ VS パルキチ楓、はい、さあさあさあ、ワンピー側慎吾、そしてツーピー側パルキチ、先ほどパルキチ選手は DDD 選手を破ってきていると、はい、同じくユキを破ってですね、そうですね、またも、ユキ戦ということで、またもユキ戦ですよ、そうですね、もう何人強キャラを倒せばいいんだ、お、ね、赤いユキが来た、赤いユキが来ました、シャア専用ですね、シャア専用です、当たらなければどうということはない、はい、ということで、金髪ですよ、金髪ですよ、さあどうなる、さあドギリ空対空、まずは空対空当てていく、さあここはパルクシ波動昇竜が使えれば、はい、大体戦って大体なんとかなる、なんとかなるっていうところで、まあ、楓を選んできてるんですが、あのビブン選手みたいにスーパーサイヤ人、はい、勝負どころ決めてなっていくと有利かもしれませんね、はい、そうですね、暴れてるだけで相当強そうでしたからね、あれしてあの昇竜だけが、昇竜が相当な暴力でしたからね、あもう完全に、だってあれ当てる技なかったですもんね、うん、キャラクターによっては振り毒、出し毒技、出し毒技、さあここは楓、まあ最強の一角と呼ばれている理由がその辺にあるのかなと、はい、さあここで追い打ち6連、おっと切り落としてく、クエタイク当てていく、下段から差し込んで突進技、しっかりとダメージを取っていく、そうですね、おの、なんか、なんか微妙にムーミーな感じでいいですね、はい、どうだ、下段から足場だからどうする、どうする、堅実な打点、切っていく、連続入れて、まず慎吾が1本、そうですね、まず慎吾1本選手、いや慎吾かなり落ち着いた立ち回りって感じですね、そうですね、でこれ実際多分慎吾このゲーム多分やったことないと思うんですよ、だからほとんど適当にやってるんじゃないかなと思この技いいんじゃねえぐらいの感じだなみたいな感じで、まあ、戦いの中で成長していきたい、戦いの中でですね、まあ、元々慎吾選手だって98勢なんで、ええ、おそらくこのゲームやってないと思うんですがなんとなくやってる感じでパルシーやられてますね、パルシー頑張れ、大丈夫か、そんな相手に、そんな相手に空対空当てて、
飛び込むか。あー、飛んだ飛んだ。あー、で安いぞ。アルクシが完全に安いぞ。ムーミンアタック優しく安さの電動入ってますよ。安さの電動ドンキホーテ。しかし信号は落としていく。当てていく。踏みつけ下段中段からどうだ、ね、お、あー行ったぞ。ここでスーパーサイヤ人、俺は怒ったぞ。怒ったぞ。クリリンとコトカー、勝者信号。怒ったけど、怒っただけだった。怒ったけども何もなかった。じゃあボム選手、ビブン選手、そう、優勝候補同士の戦いでしょうか。ボム、ビブン、ボブとビブン選手がついにここで激突します。さあ、ボムがリンチェイで、そしてビブンがカエデ。そうですね。じゃあ準備ができたら試合開始するんだ。さあ、今もう予策はもうドキドキです。早く割れ、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 早く割れ。立ち合い時間いっぱいまで、時間いっぱいまで、ええ、もうゆっくりやっていこう、ゆっくりやっていこう、ゆっくり行こう、じっくり行こう。今日やっぱ自分のあのやりたいルーティーンとかありますからね。あるからね。あのあやっぱりバッターとかでもね、ありますよね。あるからね。タイミング重要。そうそう、素振りを1回してとかね。そうそうそう。お前のせいで終電で取れなかったじゃない。タイミングの問題だよ。問題だよ。どんな問題だよ。さあ、ビブがまずダウンを奪っていくが、すぐさまやり返していく。あー、来た。おお、この連続15連。そうですね、旋風コマンドで出る、まあなんかあの、はい、旋風脚みたいな、昇竜拳旋風脚みたいな、昇竜拳旋風脚、まあ連続入力で当てられると。連続入力系なんですね。そうですね、まああれも処理打ちが多いステージだと入れるタイミングが変わるので、かなり難しいですね。難しくなるということでね。さあ、どうする。そんなテクニカルキャラを使うボム。そうですね。さあ、連続技中段、中段のナイスガード、ナイスガード、投げていく、投げて踏みつける。まあそうやってあのガードをねすぐ上下切り替えて、はい、まあ投げと、使いやすいキャラですね、リーはね。さあ、飛び込んでいく。そうやって崩して小さいダメージを蓄積していく。そうですね、同じくらいの体力差ですね。これはちょっとビブン選手若干勝ってる。さあ、どこでビブンがイカれる選手になるんでしょうか。どうするんでしょうか。イカれた選手か、イカれる選手か。あー、弾き込まれた。これだー、ファイヤー昇竜旋風脚。そしてダメージ取っていきます、ね、あー、ファイヤー昇竜旋風脚。3回入ってねえし。いやー、一歩選手ボム。先ほどの試合とは変わって今日はちょっとどんどんダメージ取っていきますね。取っていきます。あー、ここでいきなり変身。俺は怒ったぞ。変身していく。クリリンのことか。いや、クリリン目の前にいるけど、あれクリリンだぞ。あれクリリンだぞ。目の前がいいのか。クリリンだぞ。さあ、どうなる。クリリンが、クリリンだぞ。クリリンが昇竜拳やられてる。ハゲじゃない、弁髪だ、弁髪だ、弁髪だ。あー、昇竜拳サンダー昇竜。いやー、クリリン、俺がクリリンを殺すんだ。クリリンを殺していいのは俺だけ。クリリンを締めた。一歩選手、あ、一歩取り返す。さあ、1-1。さあ、また落ち着いて。そう、また落ち着きましたね。あ、お前クリリンだったねみたいな感じで。なあ、怒った。怒った、もう怒った。また怒った。こいつ分かってねえなって感じでしょうか。ビブンさん、いきなりもう、チャンスタイムに入りましたね。これはいけるぞ。そうですね。さあ、昇竜拳我慢して昇竜。これだ、出し毒。兄貴、見てから昇竜。出し毒昇竜。まずい、これ優勝候補ボム。ボム消えるか、死ぬのか、死んじゃうのか、ボムさん。ボムさん、お願いします。お願いします、お願いします。大丈夫でしょうか。武器が弾かれた。ボンバー、なんとビブーン、お見事。なんかすげえクソゲーくせえな、このゲーム。ちょっと大丈夫でしょうか。ちょっとまずいもんが見えてきますね。いや、やばいですね。放送事故ですか。放送事故、放送事故。おい、カメラを止めろ。ガルボー、右京、じゃあジン、試合の方お願いします。いえ、ガラボーがワンピー側、ウキョーツーピー側。そうですね、じゃあガラボーワンピーツーピー側、ウキョウキョー。さあ、今日はマルカ食品応援杯との、はい、勝者ですね。勝者にはまずは、1本目月下の剣士大会になっておりますが、はい、ストリートファイターカーニバル準優勝者ガラボーワンピー、そしてこのゲームやり込んでるウキョー選手、暫鉄。これはなかなかいい勝負になりそうですね。かなりなると思います。ガロボー選手は、まあ、あんまりこのゲームやってないでしょうから、はい、そういった意味では右京選手にどこまで、食いついていけるの か, いいるか、まあ、ポテンシャルはね、やっぱり持ってる、まあ、もう十分強い選手なんで。さあ、飛びが入る。ここはガードしていく。このショートジャンプ、おっと、暫鉄拳、暫鉄拳。あー、武器が
俺の武器が霞霧が、お、武器の前に立って、ほらほら、取りたか取ってみろ、取りたい、これが欲しいのかと、はい、拾ったら切るぞ、拾ったら切るぞみたいな感じで、これが欲しいのかと、欲しいのか、ほら拾えよ、ほら拾え、ザク、拾った瞬間ザクです。お、素晴らしい斬鉄、さすが斬鉄、さすがですね、ここは右京、さすが汚い、忍者汚い、ガチプレイですね、忍者汚い。さあ、危ない危ない危ない、アウト。ここで三連殺入って、タレ追いついたか、足払い、おっと切られて、シュー、サマーソルト、あんなんあった、これだって忍術、サマーソルト、忍者らしい、忍者らしいですね、入って、あー、めくりやってたー、まずは右京が一歩先週、さあ右京強い、さあそれに対してガロボどうする、ガロボこれまずいですね、あの短いジャンプ昇竜拳がちょっと出しづらいんでしょうね、かなり対空取りづらいですからね、あー、また武器が、俺の武器が、俺の武器が、剣がない、剣がない、怖いよ、剣がないよ、メガネメガネ、あー、投げられた、拾わせて、拾った瞬間切られる、めくり必要経費、さあストロー剣、ゾンテストロー剣入ってしまった、あー、ガロボピンチ、ガロボピンチだぞ、なんかないのか、なんかあるぞ、ゲージ光ってるぞ、ゲージ光ってるぞ、大丈夫だ、なんかあるぞ、なんかあるぞ、あるぞあるぞ、確かあるぞ、とりあえずあのぶっ放してよさこ帰らせない方向性で、なんかある、時間だけ使っていけ、あー、いた、宇宙が見える、宇宙が見える、今コスモが完全に燃焼している、完全オリコンでしたね、オリコンでした、オリコン、今俺たちは宇宙を見ましたね、見ましたね、時の涙を見ましたね、時の涙を見た、さすが勝者右京の斬鉄、お見事お見事、よっしゃー、与作選手、アイランド選手、ゆっくり試合を、じゃあはい、ゆっくりね、やっぱあの座る時にもこれルーティンがありますからね、あ、枠取り直します、ね、ちょっと待ってもらっていいですか、枠取り直すんで、協力してもらっていいですかね、枠取れるかな、取れるかな、枠取れるか な, 大丈夫かな、何人待ちとか出ないかな、大丈夫か な, 夫かな、多いんだよ最近、多いですよね、なんか200人待ちとかね、ありますからね、あるんで、まあでもやっぱりね、枠取れるまではやるわけにはいかないですからね、これはね、やだよ、いやいや、そうもいかないだろう、そうもいかないですか、みんながよさくのプレーを見たいんだよ、待ってるんだよ、みんなが待ってるんだよ、予策を、あー残念なら取れちゃったな、取れた、あら残念、取れたわ、よし、じゃあアイランド選手 1P 側、予策 2P 側、じゃあ試合をゆっくりめに始めるんだ、始めてくれ、いいですかボタン、あのボタンの効きとか大丈夫レバーの効きとか大丈夫ですか、いいですね、アイランド選手今ゆっくり、ええ、今ボタン切り替えスイッチをチェックしました、チェックしましたね、ボタン大丈夫ですかレバーとか何かあったら手挙げて教えてください、ね、教えてくださいみたいな、さあアイランドアマロ 2P 側洋作モリア、さあ今日は洋作はね、洋作から、はい、月下の剣士群馬にもあるよっていうのをね、あの、ま、東京の人間に教えに、わざわざ来てくれましたから ね, からね、ちゃんと、ね、あるんだよってちゃんと教えてもらう、ゆっくり教えてもらいましょう、ゆっくり教えていただいて、はい、あ、なんだって聞こえないよ、なんか言ったか、あ、なんか言ったか、さあクータク昇竜拳割っていくよ、サク、あ、でも割れてよ、サクのモリアはキレキレですね、キレキレいい感じでダメージ取ってますね、しかしこの年技、そうですね、ただやっぱこのアマノは一発の火力がやっぱ高いので、はい、ありますからね、この辺でちょっと落ち着いて立ち回っていきたいところですね、はい、さあ昇竜拳、おっと投げ頭突き3発、そうですね、さあ頭突きバコン、さあ起き上がり、昇竜までつないでダウンを誘致、またもダブルの昇竜拳、さあ予策強い、予策アイランドどうする、近寄って飛び、あー昇竜ぶっ放してるだけだった、しかしまだあるぞ、あーかすり削った、削り、もうなんか急いでるよね、ほんと急いでるですね、急いでるよね、そんなに急いでどうしたの、そんなに急いでどうすんだよ、どうしたの、ダメダメダメ、落ち着いていこうよ、落ち着いていこうよ、急いでもいいことないって、一人よがりなセックスはやめろよ、やめろ、いやダメだよ、落ち着いてよ、俺が気持ちよくてもいいんだみたいな、ダメなんですよ、二人なんだから、二人なんだから、二人で戦いですよ、戦いですよ、頼みます、呼吸ですよ、呼吸ですから、さあ予策ここは我慢している、あーとクータイク、あーとクータイク、あー殴られる、後ろに回ってボコッと、さあクータイク投げを返して、さあ予策がここでペースを上げていく、明らかに、まあでもそれ逆に好き、ね、はい、焦って行動がワンパターンになりやすいですから、ね、そうですね、これは注意したいところですね、当たってねえし、おっと空振った、空振ってガロッ、ナイスガロッ、止めて後ろ下がる、足払いからダッシュでつけるか、空対空
これは届かない。吹っ飛ばし攻撃。あーまずい。弾きながら超質までしっかりつないで12連打取っていくアッパー。さあ、こうアイランド選手なんかこう逃げたいところですね。残り13秒じっくりね。出したい。当てたいですね。あ、投げた。いいよー。ズツキー、ズツキーパチキーが決まる。さあ、ヨサク、これ投げヨサク負けんぞ。おー、ヨサクが、あー返したー。ゼロ秒勝者ヨサク、お見事。なんとか2ラウンドで、そうですね、時間いっぱい。じゃあ準決勝第1試合、慎吾、そして、微分選手。山ピガは慎吾、スピガは微分。今日の微分選手はもう、はい、勝負どころだと思ったらすぐスーパーサイヤ人になりますから、ね、もうスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人のバーゲンセールだなと、すぐなりますから、ね、すぐなっちゃう。もうあってなんか、あってなんか、あもうなったみたいな、なった、ずるい。プロレスしろよみたいな感じでいきなりですよ、秒殺なんてことが、秒殺なんていうことはね。さあ、じゃあワンピガは慎吾のユキ、ツピガは微分の楓選手。なんか今じっくり待ってましたよね。じっくり待ってました。時間いっぱい使いましたね。予作に今プレッシャー与えてましたね今画面外にプレッシャーを与えていく。俺たちはガチだぞ、ガチだぞ、冗談じゃねえよと、精神統一してんだと、精神統一なんだよみたいな感じで。さあ、お互い相打ち。さあ、ここでステーク駆け抜ける。さあ、パワーウェーブ、パワーウェーブ。さあ、もうちょっとちょっとなんかあるとすぐビームさん怒り、金髪になっちゃいますから、ね、金髪になりますから、すぐ、おこなの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 ビームさん、すぐ不良になっちゃう、不良になりますよ、くれますからね。あいつ昨日までね、髪の毛黒かったのに何やってんだ、急に、急にですよ。就活終わった途端にまたですよ。そうですよ、就活終わった、あと面接まで黒かったのに、黒かったのに入ってきたらまあキンキンって、まあ、よくありますよね、よくありますよね、そういうのね。お前ふざけんな、舐めてんのか、舐めてんの、どういうつもりだって、どういうつもりだみたいな感じでさあ、これパワーウェブ重ねていく、クーテク、さあ、じりじりと、じりじりと、じっくり、じっくり技を確かめながら確かめてますね、熟練の技を確かめて、なったぞ、あ、なった、急になった、もう怒ったぞ、怒ったぞ、怒ったぞ、おこなの、上等のボタン狩りじゃということで、おこなっていく、どうだどうだどうだ、あー、怒りが届かない、怒りが届かない、怒りが、俺の怒りが通じないのか、通じないのか、そんなことはない、怒っていく、危ない、これだ、俺の昇竜、俺の昇竜拳、俺の三連殺、俺の踏みつけ、俺のパワーウェーブ、さあ返さ、まずい、まずい、まずいぞ、リブ負けるのか、このままではやったことない慎吾が決勝に上がるぞ、行くぞ、どうなんだ、まずいぞ、さあ飛び込み大勝利、パターン来たぞ、パターン来た、パターン入れた、マジキ見てから、おっと、何もしないの余裕でしょ、一発ヘル、11A、 さすがスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人減りましたね、減りますね。さあここで、わあ、もういきなり、いきなり、おこ、いきなり怒った、怒った、怒った、昨日まで告発だったのか、金髪、金髪に、どうしたの、何があったの、どんなブリーチ使ったんですか、どうだ、言ってごらん、言ってごらん、話してごらん、話してごらん、勝利権、怒らないから、怒らないから、6ハワードに変身ということ、6ハワードに髪型まで変わるんですよ、髪型完全に変わったんで。さあ3連殺当てていく、踏みつけ、さあここで慎吾、もうお前の時代は終わったんだと、言っていく、続けるビーム勝利、これが強い、いやー、なんか一気にクソゲーシュが、すごいですね、流れるブロンド、流れるブロンド。じゃあ右京の残鉄、予策ボリア、じゃあじゃんけんして制御決めるんだ、右京さん、ゆっくりゆっくりね、ゆっくりで大丈夫ですよ、右京さん、ゆっくりお願いします、ボタン配置大丈夫ですか、合ってます、 4種4択ですからね、一応枠取り直すか、そう、念のためね、念のため、間に合わないかもしれないみたいな、じっくりいくか、じっくり、ね、じっくりいきます、ワンピガは予策モリア、モリア、ツピガは右京の残鉄、さあ切っていく、このめくり、そうですね、立ち回りが右京選手は強いんで、強いですね、まあ予策も似たようにやっぱ強いんでね、パス切り、これはちょっといい勝負になりそうですが、はい、さあただしなんかさっきのガロポ戦もそうなんですけど、はいはい、結構残鉄モリアに強そうですよね、うん、結構持ってますよね、めくりやすいという感じなんでしょうか、うん、対空取りづらそうですよね、モリアが、ね、さあここは残鉄がまずあっという間に一本選手、そんな急がなくていいんですよ、そんなにゆっくりやってもらって構わないです、くない、くない、
くない、いろんな技出していこう。忍者ウォリアーズ。あーと切っていく。とこれは弾く。足はないから。あー三鉄ソローケン、三鉄ソローケン。いやーでもこれでなんかよさぐが負けて、あ俺帰れるじゃんとか気づかれてもそれもまずいですか。それもまずいんで ねなんかリアルバートは、ね、リアルバートが残ってた、2試合目残ってるんで、残ってるっていうことは、まあ、やっぱ、はい、負けさせる上でじっくりそうですね行くっていうのもいいかもしれない、手なのかな。そろ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 ね、そろそろあのリアルバウトで勝ち上がれるように、そうですね、うん、時間を与えてもいいかもしれない、時間与いいかもしれないですね。これはちょっと右京選手今見せましたね、見せました、何もしないっていう、あえて何やってんの、あえて何もしない、あ切られた、ほほうみたいな、そして夢を見させるのか右京、それともそれとも大作切っていくがしっかりガード、戦うのか、しかしタイムが残り13秒12秒、さあどうだ、よさく切っていく、これで起き上がり、逆転か、逆転あるのか、よさく霞結果削っていく、あーと見が通れ、昇龍様、そんでもって追い打ち、ガードしてた、勝者右京座鉄、お見事。いやー右京選手ありがとうございました、さすがですね、うるせえ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 、さあ決勝戦前にインタビューとかやりましょう。いらねえよみたいな感じ。月下の剣士のあの歴史についてちょこでじっくり、そもそもいつ始めたんですか、いつですかみたいな。じゃあ、予策うるさいので、じゃあ微分と右京、じゃんけんして、じゃんけんして席だけ決めてください。じゃあいきますよ、 1P 微分、 1P 微分、 2P 右京、味方は丸化食品の味方です、はい、ペヤング超大盛り杯、はい、月下の剣士決勝戦始めたいと思います。 1P 側微分、 2P 側右京、じゃあ準備ある来たら試合を開始するんだ。あの今真ん中に12秒10秒とかカウントダウンあるんですけど、はいはい、ゆっくり待ってもらって、全然大丈夫。あの精神統一大丈夫です、大事ですからね、大事ですからね、早く押せと、脳内で戦わないと、脳内でイメージトレーニングあります、はい、またほら増えましたよ13秒に、ね、うわー隣のリアルバウト見てもいいですからね、じっくり、ね、うわ腕組みをして、うん、今微分が隣を腕組みですね、腕組みザバンテスですね、そうですね。じゃあ行きましょうか、決勝戦ですよ。さあ右京変身しろって、もう変身しろ、早く変身、外野がもうそブレイススタイルに口を出していくっていう、とんでもない戦いになってる、とんでもないですね。さあ暫鉄、さあここで暫鉄、やはり右京選手ガチ勢ということで、初代月下ガチ勢ということ で、ね、もう絶滅人種ですよね、初代月下のガチ勢、キク種、ここはちょっと負けられない、こんなね可愛い絵使って探しになってるだけのやつに、はい、負けられないですからね、負けられないさあ攻めていく、はい、前からきっちりと戦っていく、そうですね、斬鉄派当たっていく、斬鉄派霞斬り、霞斬り当たっていく、さあここでいつ起こるんだ、行くのか、どうせパワーウェーブ、パワーウェーブ起こるんだったら最初から起こってもいいんじゃないか、早く起こっとけよってね、起こっとけよみたいな感じなんですかね、やっぱストーリーがあるんですかね、ストーリーが多分自分の中であるのかもしれませんね、1戦目はあー怒った、怒った、そんな言ってたら怒った、怒った、怒った、思ったぞ、もう分かったぞ、クリリンのことか思ったぞ、昇龍あーどうだろうこれ、昇龍昇龍、すごいですね、残鉄出しとく、バックステップ、さあ残り10秒、大喜利、まあーガクアーさすが割り込み、数少ない割り込みをしっかりと右京が決めていく、怒ったぞ、もう怒ったぞ、大味だと大味ですね、ムーミン谷は終わりだ、終わりだ、俺だって怒れば、あーいけるんだ、暫鉄素晴らしい解釈、おー連続バーダー、ナイスガード、切っていく、切っていく、転がって、呼ばれて、切られて、霞斬り、ビブンか、どうする、ビブンか、サンダー、ビブンか、負ける、大丈夫か、大丈夫か、右京我慢してる、我慢してる、ナイスガード、あーチャンプだ、耐えない、右京が体力ない、あビブンさん、これ負けると結構恥ずかしいじゃないですか、大丈夫ですか、どうなんだ、じっくりこう、じっくりこう、じっくりこう、待っていこう、あ、ちょっと待って、時間まだある、まだ慌てる時間じゃない、予策うるせえけど、あのじっくりじっくりいきましょう、じっくりこう、じっくりこう、じっくりこう、さあ気候法優勝は右京座鉄、おめでとう、おめでとう、じっくりこう、時間かけていこう、じっくりこう、じゃあヒーローインタビューに移りたいと思います、優勝者、右京、みんな拍手、
どうですか今日の戦い振り返って。いやーもう少しやりたかったっていう本当にもっと長くこの戦いを続けて、この幸せな時間をもっと長く共有し、ね、みんなと共有したいみたいな。そうですね、もうもっと2、3試合やってもいいんじゃないかな。そうですね、思っちゃう。次回予作が出るときはもうもっとじっくり、そうですね、ダルブ、ダブルイルミネーションやっていきたいかなということで。俺は考えないといけない。そうですね。だちなみに斬鉄ってこの初代だとどうなの、キャラランク的には。中の上だと思う。中の上、やっぱそうだよね、はい、そこまで強いキャラではないっていうところで、言っても上の下ぐらいかな。うん、まあそういった意味では今日微分さんとか、まあユキこう破ってきたっていうところで、あ、まああと与作のモリアも強かったですからね。あ、なんかとってつけにしてはなんかまあそういう意味ではやはりちょっと右京この初代月下ガチ勢の面目躍進というところですかね。あ、でもなんか皆さんもすごく研究してるなというふうに感じました。なんか決勝戦はですね、やばいなと思いました。やばいなと。やばいと思いました。これはじっくりいかないとダメかな。そうです。じっくりいって、まあ与作さんもまあお忙しいところ、お忙しいところ、そうやっぱこれは。まあそんなせっかく来てくれた以上は ね、たくさん試合をして、いやそうですね。まあ次またリアルバトすぐやるんで、またちょっと活躍の方期待してます。はい、じゃあ優勝者に味方丸川職員の味方ですということで、ペヤング超盛りを差し上げたいと思います。じゃあ右京優勝おめでとう、ありがとうございました。というわけでございまして、はい、丸川食品杯、まず第一種目、第一種目かなり引っ張れましたね。かなり十分、十分なほど十分だと思う。これぐらい引っ張ればだいぶダメージを与えたはずなんで、本当本格的に、ギリギリになってきましたね。ギリギリ危ないですね。はい、月下の検証会以上終了、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ準備ができたらメインイベント、リアルバトルガロー伝説1大会始めたいと思います。今しばらくお待ちください。